こんにちは、相沢です。本日は相沢原点に変えるシリーズ、車のおもちゃ、ケラー車の2つね、ご紹介いたします。はい、それではテーカーベイです。これね、これ4人乗りバスとね、まずはペーカーベイから見ましょうかね。はい、どうですかこのフォルムね、大好きなんですよこれ。このね丸み、もちろんこうここの丸みも素晴らしいです。でやっぱりねこの頑丈さ、シンプルさと頑丈さ、結構重いんですよ。でこれがまあ1歳児2歳児でもね、ここを持ってグーって体重かけてこう車遊びするわけですよね。事故れにくいね、とても頑丈にできてますね。なんと言ってもフォルムが好きでね、やっぱりねこれねもう多分、半世紀近く経つかな、よくある車じゃないなんていう人がいるんだけれども、大体これをパクったとは言いませんよ、パクったとは言いませんけども、これが元で、これをちょっとアレンジして日本のメーカーがね、どことは言いませんけども、近いものを作ったりしてるわけですよ。そういうものが一般にねこう出回ってるから、まあこれ見てもねあんまりこうそんなに新しさとか感じないかもしれませんが、元はこれだというふうに、言って言い切っちゃっていいと思いますね。ケラーペーカーベー PKB って書くんだけども、これはなんだ乗用車っていうだけの意味みたいですね。で赤いペーカーベーやっぱ好きなんだけどもね、あと青いやつと白木のやつと、でここに穴が開いていて乗客が一人だけ乗れる、まあ一人乗りペーカーベー、あとねペーカーベーはねミニもある、そういえば小さいやつもね、まあいろんなラインナップがあるんだけども、やっぱりこの重量感と存在感で私はこのペーカーベイが赤が好きだ、特にね。でケラーといえばね、ここにね、マークがありますけれども、ここにね、木馬のマークがあります。でこれはペーターっていう木馬なんだけどね、ここにはデザイナーがね確か この人はいると思うんだけども、デザイナーがね、これらの車なんかはケラーはねデザイナーをあの名前を明記しないんですよ。ネフ社なんかはデザイナー相沢とかあのペアクラーセンとかあのパッケージに書いてあるんだけども、ケラーのもの書いてないんですね。というのは社内のまあ多分あのデザイン部とかプロジェクトチームみたいなで話し合って、複数の人が意見を出し合って一個のものを作るというそういうスタイルのようです。で出来上がった作品は必ず幼稚園とかにね貸し出しをして、で意見を聞くっていうね、そうした上で新製品が出来上がるというね、なかなかね、まあ質実剛健な会社ですね。私はあのまあここの会社でね、会社訪問をねしたことがあるんですけれども、4代目の社長かな、カール・ロベルト・コーンさんっていうね、もう本当に優しくてねいい親父さんなんだけれども、コーンさんと喋ったことがありますね。で今はそのケラーという会社は、あここにマークありますね、はい、オストハイマーが、ケラー社もやっているというそういうことになってますけれどもね。ですから箱を見てもオストハイマーっていうあの表記とケラーっていう表記と両方ね、だからオストハイマーも我が社の製品っていうんじゃなくてケラーっていう名前をちゃんと残してる、ね、こういうところも素晴らしいですね。で4人乗りバスはねやっぱりこうしてこれをこう出し入れをするっていうね、この出し入れをするっていうのもこの例えば2歳児がこれやるとしたら、まあこうやっちゃう子も多いかもしれないけども、これをこうやって出していく、結構大変なね指を使いをまあさせるっていうね、指の発達を促すみたいなことになると思います。で今日はみどりちゃんがじゃあ運転手だよって言ってブーって言ってね、はいお待ちどうさまなんつって、赤ちゃん乗りました、はいさようならなんつってね、次の停留所でバス停で
はい、青くん乗りましたみたいな遊びにもなるとね。本当にね、いいデザインだ。何しろこの丸みです。これ最初にやったのはケラーですからね。ですから、まあ、例えば疲れたお母さんがね、横たわっている、そこを子供が、この、なんか、給料に見立てて、こんな風にこんな風にやるとね、お母さん、ああ、そこそこもう一回、なんて言ってね。で、子供はここを、なんて言いながら、お母さんの背中をね、もう一回行くなんていう、そういう意味もあるらしいですね、この丸の中には。この丸みを帯びた車輪には、まあ本当にいいデザインでね、車のおもちゃって言ったらやっぱり私はもうケラーのペーカーベイ、もしくは4人乗ります。これもう超絶おすすめっていうねものでした。はい、ということで本日はケラー車の車2つご紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。